皆さんこんにちは。よくタバコは体に悪いなどと言われますが、実際はタバコよりももっと体に危険なことが体には潜んでいます。今日は大豆の摂取による体への害について解説していきます。大豆は優れた栄養価を持ちます。タンパク質が豊富であることや、細胞の構成に欠かせない大豆レシチン、抗酸化作用を持つ大豆サポニン、善玉菌の餌となるオリゴ糖、女性に嬉しい働きが期待される大豆イソフラボンなど、大豆には健康を支える成分が豊富に含まれています。しかし体に悪いこともたくさんあるのです。それは何かというと、ほとんど全ての大豆食品が遺伝子組み換え食品であるということです。遺伝子組み換えの商品は世の中に出てきてまだ20年ほどしか経っておらず、この先どのような害が体に起こるのかまだ誰にも分かっていません。また世界中では遺伝子組み換え作物を食べることにより免疫疾患や不妊など様々な健康被害が出るという調査結果が報告されています。日本では国内で栽培した遺伝子組み換えの農作物に関しては市場へ流通させてはいけないというルールがありますが、工場のシステム的な都合上、国産大豆と輸入大豆を完璧に分けることは難しく、国産大豆の中に 5% 以下なら輸入大豆が混入していても遺伝子組み換えでないと表示することが法律で認められています。そのため表示で遺伝子組み換えでないと書いていても信用はできないのです。ただもしクリーンな大豆を手に入れたとしても、非発酵大豆に関してはもっと根本的な問題があります。それはトリプシン抑制物質が含まれているということです。トリプシンは重要な消化酵素で、正しく働くとタンパク質を消化してくれます。しかし非発酵食品の大豆を摂取するとこの機能が低下し、タンパク質の消化能力が低下してしまうのです。その他にも甲状腺の機能を低下させたりするという報告もされています。以上のことから、大豆製品はほとんどが遺伝子組み換え商品であるということと、甲状腺であったり消化機能において機能の低下をもたらす可能性があるため、摂取は控えた方がいいということです。もし健康に敏感な方が見てくださっていたら、注意して食品選びをしてみてくださいね。それでは